うしよう。マネージャーの坂上さんにもう試合には出るなって言われたけど、でも大事な最後の試合絶対に出たいし、一体どうすれば。そうだ、この手がある。どうしたの、ゆうちゃん。ダネコさん、ちょっとお願いがあるんだけど。前に持ってきてくれたあれ、また見せてくれないかな。あれって？ほら、私が顔を隠すときに選んだやつ。ああ、コスプレ衣装ね。大きな声で言わないで、秘密なんだから。いいけど、どうしたの？ファントム忍者の仮面はいつものじゃ。ファントム忍者は死んだ。え？死んだって、どういうこと？ファントム忍者は5次元宇宙から来た刺客、ビッグバンインフィニティに暗殺された。何？ファントム忍者とビッグバンインフィニティって世界観設定つながってたんだ。そして次の試合は e スポーツ道場から派遣された新しい選手が参加する。その仮面をこれから決める。なるほど、そういうことなら僕に任せて、とっておきのを用意するから。だからこれじゃないって言ったろ。どうして？友人の自信作なのに。目立ちたくないの、もっと地味なのがいいの。しょうがないな。じゃあこれかな。これでもない、これでもない。よし、ファントム忍者は死んでリバプールの風になった。これからは新しい私だ。おお、これでもう大丈夫。ファントム忍者じゃなければ私が試合に出てるってわからない。いや、わかるよ。え？ファントム忍者と同じ人が入ってるのはモロバレだよ。ファイヤーライガーとサンダーライガーくらい中の人一緒だから。どうしてわかるの？だってそれサンダーファントム忍者だから。